ここでまた新たな、問題というか、まあ、ちょっと面倒くさいところがあるので、それも直したいと思います。ポリロフトしたときにこういう山状になってればとりあえず OK です。で、先端も閉じられてれば OK です。じゃあここで、1点問題があるんですけども、まあ、ここでやったように、その例えばステップが13の場合、13回この000の位置に同じ位置に点を作ってるんですけども、ってことはもういっぱい点がここに重なってるんですね。まあ、それはちょっと無駄というか、別にここの点の数自体は1個でいいので、それをちょっと重なってる点に関しては、それを解消というか、この点の位置重なった場合は1個にするっていうのをやりたいと思います。それはどのあたりでやるかがいいかというと、カーブソートの手前ぐらいでちょっとやりたいと思います。アットの後、カーブを作った後に、これは単純にフューズっていうノードを使います。フューズっていうノードを使うと、点がかぶってたらかぶってる点を1個にしてくれる。フューズっていう点をアットの後に差し込みます。そうすることで点が1個だけに、000の位置にある点は1個だけになる。面の方向というか、面のそれが今内側向いてるのか外側向いてるのかっていうのが、ちょっとこれだと分かりづらいですね。ツールの、面からなんか線が出てるようなアイコンが、ツールパレットの右側の方にこういうアイコンがあると思います。これをクリックしてほしいんですが、まあ、これをクリックすると面の方線がどっち向いてるか、外側向いてるのか内側向いてるのかっていうのが分かるんですけども、今ちょっと小さすぎて、線が小さすぎて見えないので、それをちょっと大きくしたいと思います。 D を押すと、アルファベット D を押すと、キーボードの D を押すとディスプレイオプションっていうのが出るので、その中のガイドっていうタブに行って、スケールノーマルを増やしてもあんまり大きくならないですね。これだとよくわからないので、ちょっとノーマルっていう、ノードを出します。というよりさっきのが小さすぎたかな。もう一回 D を押して、スケールノーマルをちょっと100とかにしてみてください。あ、これで見えました。で、内側に今行っちゃってますね。内側に行くと内側にコピーされちゃう可能性があるので、これは一回反転したいと思います。リバースっていうノードを使って、放線方向を反転します。リバースですね。で、可視化すると今度は放線が外側に向くようになるので、この状態でいきたいと思います。じゃあこれ放線隠して、じゃあ次に、まあ、こいつの状態でいけるかと思いきや、まだちょっとよくなくて、まあ、まずはこの形がちょっと、まあなんか本当に機械的というか、すごく直立した、あんまり有機的じゃないコーンのような形で、ちょっとあんまり角度もそんなに良くないように、実際のブロッコリーと比べてちょっと尻がでかすぎるんじゃないかなっていう気がするので、そこら辺ちょっともうちょっとコントロールできるように、スパイラルの
パラメータを追加していきたいと思います。でクリエイトスパイラルに戻ってちょっといくつかパラメータを追加したいと思いますが、一つは高さ方向の情報を、高さ方向の倍数みたいなものをちょっと加えてみたいと思います。でそこで、一番上に行っていただいてフロートハイトレイシオっていう変数を作ってみます。で CHF のハイトレイシオとで CHF って書いたんで、右のまたこのパラメータ生成ボタンをクリックしてスライダーを作ります。でこのハイトレイシオってのは覚えてるかもしれないですが、一番最初にヌル作って、そのコントローラーの中でパラメータを設定してたんですね。このハイトレイ、同じ名前のハイトレイシオってのがあります。これとリンクさせたいと思います。コントローラークリックしてハイトレイシオをコピーパラメータでクリエイトスパイラルノードに戻って下の方にあるハイトレイシオっていう数字と数字チャンネルをクリックして右クリックしてペイストレラティブレファレンスとすると数字がリンクされます。まずはここまでやってください。でこのハイトレイシオっていう値を使ってこの高さをちょっとコントロールしてみたいと思います。でどこでこのハイトレイシオを使えるかっていうと、このハイトレイシオを一回ちょっとコピーして、変数をコピーして、下の方にある下の、まあ、2番目のフォアループ最後のフォアループのこの y が今マイナス i として設定されてますが、そこにかけることのハイトレイシオと書き足したいと思います。この部分ですね。でその状態でハイトレイシオ、そのヌルコントローラーにはハイトレイシオのスライダーを動かしてみてください。そうすると山の大きさが上下に潰れたりとんがったりっていうのがコントロールできるようになってるかと思います。こんな感じですね。これで山の高さみたいなのはコントロールできそうです。あともう一つちょっと欲しいなと思うのが、今これサイドから見たときにバツンって垂直っていうかもうストレートにカーブが落ちちゃってますけども、まあ、よくよくその植物の絵っていうのを見てみると、まあ、そんなにストレートっていうのはもうちょっとなんか山なりになってたり、もうちょっと とんがりカーブを使って とんがりが生まれてたり、まあ、そういう形になってそうだなっていうのは思うので、まあ、そういう山なりのカーブを作る方法っていうのも一点加えておきたいと思います。でそれはまた、ね、別の変数、別の、まあ、倍数みたいなのを作っておきたいと思いますが、それに関しては、まあ、ちょっとまた別の、今度は、まあ、山なりなんでその時数みたいなのを利用して作ってみようかなと思います。もう一個パラメータここに追加したいですが、フロートパワーとしておきます。で CHF のパワーと、でいつもの通り右のパラメータ生成ボタンをクリックして、下にスライダーが生成されていることを確認してください。
パワーっていうスライダーが出てきていることを確認してください。でそのパワーを使って、この山芋のすぼみ具合みたいなのをコントロールする、倍数みたいなのを作りたいと思います。で作る場所ですが、一番下のこのフォアループの1行目ここに、フロートマルマルツっていう、まあ、倍数を作っておこうと思います。でイコール、ここで、関数実数の関数を使いたいんです。パウ何乗何乗にするか値、特定の値を何乗にするかっていう、まあ、関数です。でまずは i っていう値を何乗にするかっていうのを考えたいと思います。でそこにパワーっていう今作った変数を入力します。でそこにさらに割り算で、まあ、ここら辺は自分が後からいろいろ試していいと思った計算式なので特にどっかに載ってるってわけじゃないので、ここら辺はまあ自分で後でいろいろ試してみてもらいたいと思うんですが、僕がいいと思ったのはパウこれを割り算で今度は num-i num-1 のパワー、まあ、こういう倍数を作ってみるといいんじゃないかなと。基本は i を利用してて乗数そのパワー乗しているっていう、パワーが2だったら2乗、パワーが3だったら3乗みたいな感じで計算をして、それをこういう形で計算式を作っていると。でその作ったマルチっていうのを半径の倍数として半径の係数として使ってみたいと思います。なのでセットその次のベクトルポジションイコールセットの x と z のところにマルチかける i で z もマルチかける i とこういう形にしておくとすぼんだ形みたいなものがパラメーターでできるようになりますと。まあ、ここまでやる必要はないのかもしれないですけども、一応もうそのリアルさ植物のリアルさみたいなのを再現するためにどういう表現が考えられるかっていうのでこういうのも一つありますっていう話です。じゃあここまでできたところでまずは、もう一点このベースのジオメトリとして足りない部分があって、というのはこのボトム部分ってんですかね、これ山の下の部分が空いた状態になってで、まあ、空いた状態で別に配列してもいいんですけれども、例えばせっかくだったらこういう形状を最終的にそのマッシブな形にして 3D プリントしたいみたいなことがあるかもしれない、まあ、そうするとここ空いてるとプリントできないので、プリントする前提で 3D プリントする前提でここを閉じるってことをちょっとやってみたいと思います。でその閉じるためにはまずはこの外側のエッジでの取得する必要があります。でそれをじゃあ、取得したいと思います。一回この時点でこれをグループ化しておきたいと思います、ね、全部ノード選択して、このアイコンクリエイトネットワークっていうアイコンネットワークボックスっていうのをクリックしてグループ化しておきます。まあ、これは単純に整理のためです。このアイコンですね。じゃあボトムを床部分を作っておきたいと思います。まずはこのエッジ部分抽出する必要があるので
それは何で作るかってところですけども、まあ、便利な機能としてグループが持ってる機能が便利なのがあるので、それを利用したいと思います。検索でグループと検索してください。で、リバースの下あたりに配置して、リバースとまずつなリバースとつなげてください。左の方につなげてください。で、グループの、オプションはグループタイプ、まずポイントにしておきます。エッジじゃなくてポイントにしておきます。では後々またポイント情報としてソートし直さないといけないからですね。このベースグループ、これはオフにしておきます。その代わりに一番下のインクルードバイエッジズをオンにします。で、そのインクルードバイエッジズをオンにすると、下の方にアンシェアードエッジズっていうチェックボックスが出てくると思うので、これをクリックします。そうするとこのエッジ部分にある点だけグループとして選択されます。で、グループの名前、今グループ1になっちゃってるので、これ名前はじゃあエッジじゃあ分かりづらいですかね、ネイクとエッジにしておきます。ネイクドエッジ、まあ この名前も自由に自分で設定していただいていいですか。後でこれ名前使うのでなるべく揃えておいてください。じゃあポイントでネイクドエッジとグループが設定で、インクルードバイエッジがオンになってて、アンシェアドエッジズもオンになってると、まあ、その状態で画面上にこういう黄色い点が、まあ、エッジ部分にその開いてる、ジオメトリが開いてる部分にハイライトされてるのを確認できたら、ジオメトリースプレッドシートのポイントのアトリビュートを見てみて、ちゃんとグループが一部1になってるかどうかっていうのを確認してください。グループのネイクトっていうのをクリックして、ちゃんといくつか、まあ本当は13個あるはずなんですが、13個分ネイクトエッジができてきてれば OK です。その状態が確認できましたら、じゃあ今度は、まあ、一回この点だけ、残したいと。点だけ抽出したい。この選択した点だけ抽出したい。それをするのにブラストっていうのを使います。ブラスト、BLAST っていうブラストっていうノードを使って指定の点だけ抽出したいと思います。で、グループの名前をさっき設定したネイクとエッジにして、グループタイプはポイントにしておいて、で最後にディリートノンセレクテッドってのをオンにします。そうすると、エッジのポイントだけが残ることになります。ただ、ここでまた一つ問題がありますと。このやり方で全然いいんですけども、これでポイントの番号を表示してみると、また順番がバラバラになってるんですね。で、これまたソートし直さなきゃいけないってことになります。ただ、もうすでに先にソートし直している状態のものがあったりするんで、それを利用した方が早いんじゃないかなっていう気がするので、まあ、これはこれとして、これをソートし直せば使えますよっていうのは置いておいて、まあ、一つのテクニックとして置いておいて、すでにソートされた状態のものがあるので、それをちょっと利用しようかなと思います。で、このソートされた直後のカーブから、終点を抽出して、その終点を使ってボトムの面を作りたいかなと思います。では
またラングル使います。プリミティブラングルでの出してください。で、ソートからプリミティブラングにラングルにこうつなげてください。こんな状態になってますかね。で、名前をボトムパーツにしておきます。早速やっていきたいと思いますが、そうですね、一個、そうだ、これプリミティブラングルじゃちょっとできない理由がありました。っていうのは、プリミティブラングルだと、一個一個のプリミティブ対子に対して並列に、その同時に命令を送ることになるんですね。ここに書いて、ベックスで書いたもの。なんで、13個あるとしたら、13個のプリミティブに同時に命令を送るってことになるんです。で、そうすると何ができないかっていうと、本来はこの13個のプリミティブを一個一個見て、その終点を全部抽出して、その終点を全部線で結びたいということをまずはやりたいんですね。ただプリミティブラングル使っちゃうと、一個一個並列にしちゃう、並列に見ちゃうんで、今見てる自分自身のプリミティブ以外の情報を得ることができない。それだとちょっと問題があるので、プリミティブラングルじゃなくてディテールにしましょう。ディテールラングルに変更して、名前ボトムパートはそのまんまにして、ディテールラングルにして、その状態で、全てプリミティブの情報を取り出すってことをやってみたいと思います。まずプリミティブがこのノードにいくつあるかっていうのを見るのは、int、とりあえず適当な名前を pnum とかにしておいて、 prnum とかにしておいて、 n プリミティブスっていう関数を使うと、で0っていうのを入れておくと、このプリミティブラングル、今ディテールラングルですけど、ディテールラングルの1番目に入力されたノードの1面目に入力されたプリミティブの数っていうのがこれで得ることができます。0っていうのはインプットの1、2番目に入力したんだったらこれ1になって、3番目に入力したんだったらこれ2になるって感じです。で、とりあえず1番目にしか入力してないので0として、この0につないだこの線から出てくるジオメトリープリミティブ、今回の場合カーブの数いくつですかっていうのをこれでまずは得られてます。prnum っていうのはカーブの数で、ステップ数を13、僕と同じ13に設定したんであれば13っていう値が出てくるはずです。じゃあそれを利用して for ループで一個一個のプリミティブを見ていきます。で、プリミティブの番号っていうのは i、 基本的にはプリミティブもポイントも0番目から始まって1ずつ上がっていくので、そのまま i としてプリミティブの番号を指定してしまいます。で、ソートした直後なので、プリミティブの順番っていうのは基本演習上にソートされてるはずなんです。得られました、まずプリミティブの番号は得られましたと。じゃあそのプリミティブの番号から今度はそれぞれのプリミティブが持つポイント群、このカーブだったら中心点から始まる 1,2,3,4,5,6,7,8 個ぐらいのプリミティブごとに取りたいと思います。これはまたさっきもやったようなやり方で、 int pts で鍵括弧で配列を作って、プリムポインツで、ジオハンドルは0で、今回はアットマークプリムナムじゃなくて PR の PR ってのがプリミティブの1ってことになるので、プリミティブの番号ってことになるので、これで、フォアループで
プリミティブを一個一個見ていってるわけですが、その一個一個見ていってるプリミティブのプリミティブごとのポイントのリストっていうのがこれで得られます。じゃあ次にそのポイントのリストから一番最後の点だけ取り出したいと。これもやりました。これは int lastpt イコール pts の鍵括弧の中に len pts でマイナス1としてあげることで最後のポイントの位置がこれで取れますと。とりあえずこれちょっと書いたらそのスケッチで説明します。何をしようとしてるかっていうと、スパイラルのベースとなるカーブが何本かあるわけです、現状。で、一個一個がプリミティブになってます。0番目、1番目、2番目、3番目、みたいな感じ。で、プリミティブごとにポイントっていうのがあるわけですね。いくつかのポイントが。で、基本的にはこれ最後の点、それぞれのプリミティブの最後の点だけ取り出したいんです。この最後の点だけ取り出してカーブでつないでこういう、まあ、閉じた面として作りたいんです、ね、あとはこのつないだ面を三角分割するなりして面として作り上げたいと。でそのためにまあプリミティブ一個一個を今見てって、でプリミティブごとにあるポイントのリストを取得してそれの最後の点をここで取得してるっていうようなイメージです。では、まあ、ここで取れましたと。で、まあ、取れただけだとプリミティブ作れないので取ったやつを一回配列で配列の中に格納しておきたいと思います。まずは空っぽの配列を作っておきます。 int bottom pts っていう配列を、空っぽの配列を作っておきます。プリミティブごとに最後の点として取り出したやつを点の番号をどんどん入れて追加していきます。プッシュボトム PTS でラスト PT を追加すると。そろそろセーブしておきましょうか。これでまずは、最後の点だけが、そのプリミティブごとの最後の点だけが追加された配列っていうのができました。ボトム PTS っていう配列ができました。じゃあこの配列を使って実際にメンバリーというかをしてみたいと思います。でそれ自体は簡単で、今までメンバリーをするときに @prim っていうのを使ってましたが、今回もそれを使います。int bottom イコールの @prim で、種類はポリ、ポリゴンなのでポリで、コンマで、今回はポイントがいっぱいあるので配列をそのまんまインプットとして入れます。そういうこともできます。 bottom pts っていうポイントの集合の配列をそのまんまインプットとして入れちゃいます。そうするとどうなるかっていうと、面ができました。この場合もう順番はもうソートした後なので、ちゃんと点の位置もまあソートされた状態で取得することができるので、まあなんかグループでネイクとエッジ取ってまたソートし直すよりはだいぶ楽に作れるかと思います。このボトムのパーツと山のパーツを組み合わせて一体化したいと思います。一回このボトムのパーツとその底面のパーツとコーンの部分ですか、山の部分を組み合わせたいと思います。具体的にはこのリバースの面とこの今作ったボトムパートを組み合わせたいと思います。でその前に1個やりたいことがあって、リバースの面をクリックして可視化していただいて、で
その面の点の位置のノーマルをちょっと表示したいと思います。でこれ今緑になっていますけども、緑ってことは、まあ、その、ポイントごとにアットマーク N はまだ設定されてなくて、自動で計算されるノーマルっていうのがただ表示されてるだけということです。でこの状態よりは自分でちょっと N を付加したいと思うので、ノーマルっていうノードを追加します。ノーマルっていうノードを追加します。ノーマルっていうノードをリバースっていうノードにつけて、でノーマルのオプションとしてアットノーマルトゥーポインツにしておきます。そうすると緑色のノーマル線が青になります。この状態にしておきたいと思います。ここまでできましたらノーマル隠して、ノーマルのその面のジオメトリとボトムのジオメトリをマージで組み合わせたいと思います。マージっていうノードで面とボトムを組み合わせておきます。で、まあ、こうすると点がまあ、被ってる点っていうのが出てくるので、特にこのボトムのこの点は被ってくるので、フューズで1回被ってる点は1つに直しておきます。フューズですね。であとはまあ一般的にはこのジオメトリーは三角形か四角形で表現されるものかと思うので、この状態ちょっと今ちょっと気持ち悪い状態になってるので、一回全部三角分割させたいと思います。このフューズした後に、まあ、しなくてもいいかもしれないですけども、一応しておきたいと思います。リバイドノードを出していただいて、リバイドノード出していただいて、デフォルトで三角分割になるのでそのまんま使いたいと思います。これで一体化されたまずベースのコーンができました。山ができました。あとはこれを配置していくっていう感じです。で配置する位置っていうのが実際にこのコーンの点の位置にってことになります。この点の位置にこのコーンを縮小したバージョンをどんどんノーマルの方向に配置していくっていうのが今回やりたいことになります。一回じゃあこの状態でパックしたいと思います。パックすることでちょっと、配列した時のに軽くなったりするので、これ自体が一つのプリミティブとして一つのポイントとして表現されるようになるので、パックすることでちょっと軽くなるというような配列が軽くなるというようなイメージです。ではパックをします。パックっていうのを利用します。パックをディバイドの下に置いて、ディバイドされたジオメトリをパックします。この状態でジオメトリースプレッドシートを見てみると、もう1個のポイント、1個のバーテックス、1個のプリミティブだけになっていると思います。まあ、そうするとポイント、そのある一個一個の点にこれでアクセスできなくなってしまうんですけども、配列する分にはあんまりそれは使う必要はないのでよしとします。じゃあここで、じゃあ初段階目の配列っていうのをちょっと行いたいと思います。でこの初段階目の配列でいろいろ調整をしていくことに します、何をするかっていうと、コピースタンプ、コピースタンプをまずは出してください。で、まず
プリミティブトゥーコピー、どのをプリミティブコピーするかっていう話ですけど、今パックしたばっかりのジオメトリーを、コピースタンプの左のインプットに入れてください。でコピーする先はこの、リバースノードからノーマルノードつけたと思いますが、マージする前にそのノーマルノードをのポイントの位置、この位置にコピーしたいと思います。なので、ここにペーストをして、ペーストっていうかここのノーマルのからのジオメトリーをコピースタンプの右のインプットに入れます。さてここで問題になるのが、まず多分角度が合ってないっていうのと、でかすぎるっていう問題、その2つの問題があるので、どっちも解決したいと思います。で1つはまあでかすぎる、まずは角度を解決したいと思います。で角度に関しては、2種類解決方法があって、1つはこのパックしてこのコピースタンプの 1個目の入力に入れたこのジオメトリー自体の角度をちょっと調整して正しい角度に持っていくっていう方法、あるいはその現状ノーマル方向で、一応ノーマル方向を準拠して、コピースタンプされるんですが、ノーマル以外にアットマーク N 以外にもう一つ利用されてる、配列に利用されてるアトリビュートっていうのがあって、でそれがアットマークアップ、上向きのベクトルです。 N が方線ベクトルだとすると、それのまあ90度上がってる部分っていうんですかね、それがアップベクトルって呼ばれるもので、その2種類のベクトルを利用することで正しい位置っていうの、正しい角度っていうのを指定することができます。それをやるとちょっとまたベクトルの回転とかいろいろめんどくさくなるので、今回は直接このパックされたジオメトリーをトランスフォームで回転するっていうので、解決したいと思います。じゃあパックの次にトランスフォームノードをパックの後につけますと。でトランスフォームの値を回転さす、ある座標、ある軸で回転させることになりますが、トランスフォームノード行って X のローテート部分、ローテートの一番最初のチャンネルを90に指定してください。そうするとまあスケールはまだ大きいままですけど、ちょっと方向性としては多分この角度で間違いなさそうだなっていう感じはなんとなくなります。まあ、全然ブロッコリーには見えないですけど、まあ、とりあえずこの方向性だけはなんとなくこっちで良さそうだなと思うので、この状態にしておきます。じゃあ次に大きさですけど、まあ、さっきもコピースタンプで使ったように P スケールっていうのが重要になってきます。現状その山一個一個の点に P スケール設定していないのでしたいと思います。なんでまた一番最初の、一番本当に一番最初に作ったクリエイトスパイラルっていうノードまで戻ります。そこで一個一個の点に P スケールというアトリビュートを追加することをしたいと思います。でどの辺にするのがいいかというと、まあ、結局 i の値を何かしらの係数で計算させて、P スケールを設定してあげるのがいいと思うんですけれども、なので、点を足してる部分ですね、特に、まあ、こことこの部分とこの部分、このアットポイントを使ってる部分で P スケールを設定してあげたいと思います。でまずは最初の000の位置にある P スケール、まあ、これは別、これは一番先端にあるんで、まあ小さくていいんじゃ、まあ、ゼロでいいんじゃないかなという気がするんで、これはセットポイントアトリブ0で P スケールは0にしましょうと。
もう一個今度は000以外の位置にあるポイントですね。今書いたのはこれです。でこれはちょっとコピーしちゃってコピーして下のフォアループの最後にもペーストしてつけます。でこの今0になってる部分だけ置き換えます。で i をベースに計算式を作りたいと思いますが、単純に i ってやっちゃうと、まあ、0,1,2,3,4,5 ってどんどん増えていって10倍とか、まあ、そんなもっとでかくなっちゃうんで、1よりは必ず小さくしなきゃいけないだろうっていうのは思います。なのでまずはその01の間に数字がなるように指定したいと思うので、これを割り算で i 割ることの num で、 num ってのはポイントの総数ですね。ただこれこうすると、まあ、さっき言った問題が出てきます。これ今整数割る整数なんで結果が整数になっちゃう可能性があります。なんで i が 5でナンバーが num が20だとすると、まあ、本来なら 0.2 とかになるはずが、0になる可能性があります。整数割る整数だと。なのでどっちか i か num どっちかを浮動小数点数に変換してあげる必要があります。変換の仕方はフロートっていう関数を使います。フロートっていうのは普通は変数ですけど関数としても用意されていて、フロートっていう関の中に整数を入れると整数がフロートに変換される形になります。でこの状態で画面ちょっとクリックしてみると、なんか何も出てこないが、この状態でプリミティブラングルが拡大を縮小して コピーされてないのかな。ちょっと今 p スケールの値を確認しています。これでクリエイトスパイラルで p スケールをここで設定しましたが、ポイントジオメトリースプレッドシートを見てみます。ジオメトリースプレッドシートのポイントを見てみると、 p スケールが全部0になってますね。全部0になっちゃってます。これだと結局コピーした時に0倍ってことなので、これはよろしくないと。で原因は何かってのを見てみると、多分ですが、ここ一番最初に p スケールで0って設定したと思うんですけども、ここの時に0っていう整数の状態で、まあ、0を入れてるんですね。でそれでもしかしたらアトリビュートが、じゃあこいつは整数のアトリビュートなんだなってここで確定されちゃって、で後からその p スケールに値を追加した時に p スケールって整数でしょっていうふうに思われてる可能性がある。なんでここ 0.0 にしてみます。出てきました。そういうところがあるんですね。ここら辺はちょっと細かいところですけど覚えておいた方がいいかもしれないです。じゃあこれで一応コピーはされましたが、まだちょっとサイズでかいですね。しかもポイントの位置、その山の位置がちょっと内に入り込んじゃってるので、それも修正する必要があります。でサイズをちょっといろいろ調整する必要があるんですけども、まあ、とりあえず自分がもう先に見つけたちょうどいい数っていうのがあるので、まず今回それ利用しちゃいますね。それっていうのが、まあ、今 i 割るフロートナムにしてますけど、
そこにかけることの 0.3 します。そうするとちょうどいい感じのジョム取りが出てきて、でそこにもうちょい気持ち足すためにプラス 0.015 とします。まあ、これは、まあ、程よいパラメーターがどこにあるかっていうのは結局自分でいろいろ探してみる必要があるわけなんですけども、とりあえず今回は僕がこれぐらいが妥当かなっていうパラメーターをこれ入力している状態です。これである必要ないです。ここまでできたら、じゃあ今度はこれ内に入っちゃってるとんがりをもうちょっと外に出したい、それをやりたいと思います。でそれはどこでできるかっていうと、ポイントラングルから出て、さっきトランスフォームで角度変えたと思うんですけども、その同じトランスフォームでちょっと移動値を与えることで外側に出すっていうのをやりたいと思います。でまあ具体的にはこのトランスレートの XYZ っていう値のこの Z の値、この Z の値を大きくすることでどんどん外側に動かしていくことができます。試しにいろいろ最初にどんどん上げていくと、まあ、どんどん外側になっていくと。じゃあどういう値で、結局どういう値が一番座りがいいのかっていうのを考えてみると、まあ多分ですが、まあ僕が見た感じですと、これもまた自分で探すっていうのが一番いいんですけども、どういう値が座りがいいのかは、まあ、パラメータとして一番座りが良さそうだったのは、このナンバー PT と同じ数だけ外に出すとなんか良さそうだったので、ナンバー PT をのパラメータをコピーパラメータしておきます。このコントローラーのヌルコントローラーをクリックして、その一番最初に作ったパラメータナンバー PT、 ポイントの数、これをコピーパラメータしておきます。でその値をトランスフォームの Z の値にベースとレラティブレファレンスでベースとしておきます。こういう感じで配置をしておきたいと思います。さてここまでいったら1段階の配置がとりあえずできたので、あとはもうこの配置を繰り返し同じような配置を繰り返していくということをやりたいですね。でさっきはフラクタルではソルバー使いましたけど、今回ソルバー使うと一個一個フレームでまた計算し直すみたいなことになるので、まあ、ちょっとそれをするには重すぎる内容のものなので、また別のアプローチ、フォアループでやりたいと思います。でレックスだけでフォアループができるわけじゃなくて、実はノードとしてもフォアループっていうのが用意されていて、そっちの方が使いやすい時もあったりします。それを今回利用したいと思います。でどういうことをやりたいかっていうと、今一つの山に対して複数のちっちゃい山が配置された状態になってますけども、その配置された一個一個の小さい山に対してもまた小さい山を別個に配置していきたいっていう、そういうのをどんどん繰り返し行っていきたいっていう感じになる。それをするには for each loop っていうフーディニのノードを使うのが最適だと思います。でコピーの下にこの時点でまずグループ化しておきます。この状態全部選択して、この create network box っていうアイコンをクリックしておきます。でちょっとセーブしておいて、ここからちょっと、for each っていうのを使います。検索で for each で今回は、2種類の for each を使います。でいきなりなんか難易度高い気もしますけど、まずは for each number っていうのを使います。
なんかまた見たことないようなものが出てきましたけども、この foreach っていうノードを使うことで、まあ、BEX の for ループと基本的に考え方は同じだと思っていただいて、この間に挟まれてるこれが鍵括弧、まあ、鍵括弧というか波括弧だと思っていただいて、こいつとこいつがこの間に書かれた機能っていうのが指定した回数分何回も繰り返されるっていうのは、そういうノードです。でそのノードを使ってその例えばまずは指定の仕方として何回この山に小さいベースの山に対して小さい山を配置してっていう、そのまあフラクタルのイテレーションっていう、さっきはフレームごとに何回も何回も行ってたことを今回は数字指定で何回やるかっていうのをこの for each number っていうのでまずは指定してあげますっていうことをまずはやりたいと思います。で、for each number っていうのは何回ループするかっていうのをこの for each end の部分で指定することができます。この for each end をクリックすると、イテレーションが今10になってて、スタートバリューが1、インクレメントが1になってますが、まあ、正直僕が計算した限り、計算量としてこのコンピューターだと2でいっぱいいっぱいです。なので2にしておきます。2回そのフラクタル計算を繰り返したらもう結構な重さになります。なんでこっから結構重い作業になるんで、セーブは忘れずにしてください。で次に、まあ、あとはバイカウントでマージ1リテレーションってなってるのを確認して、でこの for each begin の方もちょっとクリックしていただいて、これ今 fetch input になってますけど、そのループで1回計算したらその計算した結果を利用してまたループを行いたいっていう感じなので、 fetch input だとこのここからつないだものを毎回毎回同じ値を使うことになるので、それではなくて fetch feedback にします。こうすることで再帰的な計算っていうのが行われるようになります。このコピーノードとフォアループをつなげておきます。これでまずベースができて、でもう一個このループが必要です。で今度は何のループが必要かっていうと、まあここでやってるのと基本的には同じことなんですが、一個一個のプリミティブに対してそのプリミティブに、まあ、一個一個こういう配列されたプリミティブに対してここからまたのノーマルの点を抽出して、そのノーマルの点の位置にノーマル方向でまたとんが小さくスケールしたとんがりを配置するっていうのを、していく必要があります。でそのために for each プリミティブっていうのを今度は別に用意してあげます。今この for each begin に入ってるプリミティブってのは全部 でパックされた状態ですけども、全部で例えば93個とか僕は入ってるわけですね。でこの一個一個のパックされたプリミティブに対してまたあの小さいこいつらよりも小さいトゲってのを配置してあげる必要があるんです。それを一個一個やるためにこの中にfor each プリミティブっていうのを使います。設定が正しくなってるかどうかをまずは確認します。 for each begin のパラメータ、これが fetch piece or point になってることをまずは確認して、デフォルトでなってるはずで、もう一個 for each end の方を確認して、それが、一番上 by iteration メソッドが by pieces of point になってて、 merge each iteration になってて、 primitive になって、まあデフォルトのまんまでそのまんま大丈夫そうなので、まあ、それで行います。じゃあこれを一番外側のこの for each count for each number からの値
Y1 ナンバーからのパックされたプリミティブ群をここに Y1 プリミティブの begin につなぎます。でこのアウトプット Y1 プリミティブのアウトプットを最後に Y1 ナンバーのインプットに付け直します。じゃあここで実際にじゃあどういう計算を行うかっていうのを、この中で一個一個のプリミティブに対して、また配置し直すっていうのをやっていく必要があるんですけども、やってることは基本的には初段階で行ったこのコピースタンプとほとんど似たことをやります。一個違うのは、パックした状態で配置しているので、一度そのノーマルとかにアクセスするためにはアンパックする必要があります。それを、まずは行いたいと思います。まずはアンパックで、ここからちょっと作業が重くなる可能性があるのでセーブこまめにしてください。アンパックを Y1 につなげて、まずは点の情報とかがまずアクセスできるようになりました。でアンパックした後に今度は、P スケールの値、一個一個の点っていうのがもともと P スケールが設定されていたかと思うんですけども、そのまんまの P スケールを使ってしまうと、その基本的にはこの小山と同じ大きさの小山がここの点それぞれの点に配置されてしまうことになっちゃいます。なんで小山自身のそのスケールに応じてこの小山にくっついているこのポイントの P スケールも小さくなる必要があるんです。それをポイントラングルで設定してあげたいと思います。ポイントラングルを出していただいてアンパックの下につけます。でどういう値を基準に、P スケールを設定すればいいのかっていう話ですけども、プリミティブ自身に今ちょっとコピーの上のコピースタンプのパラメータ、ノードをクリックしてますが、アトリビュートをクリックしていただいて、この Use Template Point Attribute っていうのをチェックしておきます。そうすることで、プリミティブの、そのポイントの、アトリビュートっていうのを保持することができます。でこうすることでジオメトリスプレッドシートを見るとポイントのアトリビュートに P スケールっていう値が保持された状態で山がコピーされました。でこれを利用したいと思います。だちょっとだいぶ分かりづらくなってきたかと思うんで一回これで説明すると、山がありますと。で一個一個の点に、P スケールが設定されているわけです。最初 0.1 とか 0.2 とか 0.3 とか 0.4 とか、でこの一個一個の点にそのスケールに応じて山が追加されて、小山が追加されていくわけですね。 0.4 倍の山、 0.7 倍の山みたいな、 0.3 倍の山みたいな。でこの追加された時点ではこの小山にもポイントってのが同じ位置にあるわけです。ポイントにも P スケールってのが設定されていて、これはもうこの値っていうのと最初は同じなんです、ね、これは 0.1 で、0.2 で、0.3 でみたいな。で同じ P スケールのままだとここにコピーしたときにまたでかくなって、こいつに対して相対的にはでかくなっちゃうので、こいつらもともとの、でかいものに対してついてた P スケールの値っていうのを相対的にこの小山の大きさに応じてちっちゃくしていく必要があるんですね。でそれをここでしたいんですけども、それをポイントラングルを使って行っていきたいと思います。で今回初めてやる試みとして、この for each begin から出てくるジオメトリースプレッドシートのポイントの
値には P スケールっていうのが含まれていますと。で一個一個プリミティブパックされたプリミティブを見てるんですけども、プリミティブごとに1個のポイントっていうのがパックにはついてるので、プリミティブごとの P スケールっていうのを得られることができます。山ごとの小山ごとの P スケールっていうのを得られることができます。それを2番目ポイントラングルの2番目に入れておきます。この状態でポイントラングルの編集画面に行って、現状の小山のスケールの値とその小山についてるポイントの P スケールの値を掛け合わせることで新しい P スケールを作り出すということをします。で F アットマークの P スケールイコール F アットマーク P スケールかけることの、まあ、その自分自身が持ってる F、P スケールをポイントで今1番目というか2番目にインプットつないだもののポイントのアトリビュートにアクセスしちゃいます。なので 1ってのが2番目のインプットって意味です。で P スケールで一番最初の値、まあ、1個しかないんで一番最初の値、こうやって自身の P スケール、自身が持つ、自身の小山が持つ小山に属する点の P スケールっていうのをどんどん相対的に小さくしていきます。あともう一点ちょっと条件付けを加えておきたくて、 P スケールがあまりにも小さい場合はさっきのそのネジ巻きのフラクタルと同じようにあんまりにも小さい場合は見える必要がないので、その場合はもう作りませんっていう、まあ、消しちゃいましょう、点を消しちゃいましょうっていうのも言っといた方がいいかなと思います。なのでそういう条件を作っておきます。 if f アットマーク p スケールが、まあ、これもその自分でこんぐらいかなって思った数字を今入力するので、後でまあ自分ご自分でいろいろもうちょっと細かく出したい場合はこの値をちょっと小さくすればもっと細かいのが出てきます。とりあえず今は 0.004 より小さい P スケールはもう消してくださいっていうような感じの条件をつけます。で、リムーブポイントでアットマーク PTNUM と、アットマーク PTNUM っていうのは自分自身、まあ、ポイントラングルで見てる今計算しているポイントの自分自身の番号、自分自身を消してくださいって言っているような感じです。自分自身の P スケールが 0.004 以下だったらリムーブポイントで自分のポイントを消して、もうこれ以上は山そこに作んなくていいですっていうようなことを言っています。これで、とりあえず準備は OK です。一個一個のプリミ、for each プリミティブで一個一個のプリミティブに対して P スケールっていうのを設定してあげたので、最後にコピースタンプ、コピースタンプっていうのを利用してこの点の位置にパックされたプリミティブをまた配置するっていうのをしたいと思います。コピースタンプを2番目のインプットにこのポイントを入れて、小山から生まれたポイント P スケールを新しく設定し直したポイントを入れて、1番目にパックされているジオメトリ、つまりこいつですね、トランスフォームの値、トランスフォームのジオメトリ、これをちょっと左に持ってって見やすくして、トランスフォームの値をドラッグで新しいこのフォアループの中のコピーにくっつけますと。だいぶ複雑になってきましたが、で最後にこのコピースタンプ、コピー2に2つ目のコピースタンプの値をフォア1プリミティブのフォア1エンドの1個目のインプットに入れておきますと。さてここまででいかがでしょう。一回セーブしておきます。これはまあ多分パッと説明されてもなんでこうなってんのかっていうのは最初わかんないかもしれないですけども、一度
まあ、一回できた時点でちょっとじっくりまた見直していただければと思います。1個目の for each、 外側の for each っていうのが、何回計算を行うかっていう for each になるんですね。その何回フラクタル計算を行うかっていうループになるんです。で、2番目のこの中の for each っていうのは、その1回の計算の中でその山がまあいっぱいあるわけじゃないですか。その例えば1段目だったら、まあ、そのベースの山があってそこに小山がいっぱいくっついた状態になってるんです。で、その小山一個一個に対してそのまたちっちゃい小山をまた取り付けていきたいんですね。その一個一個の小山を一個一個取り出して、でそれに対して計算を行いたいっていうので for each primitive っていうのを使ってるんですね。その一個一個の小山、小山一個が一個のプリミティブとしてパックされた状態として認識してるっていうようなイメージですね。なんで、まあ使ってるその種類がちょっと違ってて、外側は何回計算させるか で、2個目は全てのプリミティブに対して10日にそのこういう命令を送ってくれっていう、まあ、そういう用途になってます。この時点で大丈夫そうであれば最後の外側のフォア1、一番最後のやつを可視化してください。ディスプレイオンにしてください。でうまくいってればなんかこんなものが見えてると思うんですね。うまくいってればフラクタル上に、まあ、配置された、トゲ山がブロッコリーっぽいものができてるんじゃないかと思います。まあ、これに対して、まあ、色をつけていったりっていうのをしていきたいと思うんですけども、まあ、その前にこれ今中見てみるとベースのジオメトリーがないので、それを全部足し合わせた状態で一回、一体化されたジオメトリーにまずは変換したいと思います。その方法ですが、マージっていうノードを使って、まずは最後に出てきたこの for each から出てきたやつで、あとコピースタンプした状態のやつ、あとパックしたプリミティブ、この3つを、マージでつなげてください。1個目はこの for each の最後のアウトプットのジオメトリーで、もう一つはコピースタンプで持って、一番最初に配置したジオメトリー、小山ですね。もう一個がパックのやつをそのまんま直接ですね。すると、まあ、間が全部、まあ、ちょっとここら辺隙間っていうかあれがありますけど、一応全部埋まった、全部一体化して埋まった状態にしておいて、この状態を、今は結局でもパックされたジオメトリーが例えば8000個とか配置されてるだけの状態なので、この状態だと、まあ、プリントとかには利用できないので、これを最終的に VDB from Polygon っていうようなものを使って一体のポリゴン化にします。で、気をつけた方がいない、今の時点でまだつなげない方がよくて、そうすると多分重すぎるので、一度一番最初のコントローラーに戻っていただいて、ここでボクセルサイズっていうのを設定してました。これを 0.4 とかにしておいて、で、これをコピーパラメーターしておきます。で、ボクセル VDB from Polygon に行って、ボクセルサイズにペーストレラティブレファレンスで、このボクセルサイズってのをリンクさせておきます。その状態でセーブして、見てみると、そのディスプレイタグ
ディスプレイフラグオンにして見てみると、一体化されたポリゴンとして、ジオメトリーを表現することができるようになります。まあ、これは今ボリュームの状態なのでポリゴンではまだないので、それを最終的にはポリゴンに変換してあげる必要があります。今これ VDB っていうボリュームの状態で、ここまでできたらコンバート VDB、コンバート2のパラメータをポリゴンにしてあげます。そうすると一体化されたポリゴンになるという感じです。あとはこれを煮るなり焼くなりいろいろできるというような感じです。まあ、最後に1点だけ、ちょっとこのジオメトリーからじゃあどういったことが例えばできるかっていうのをお見せすると、例えばこのポイントの位置の位置のノーマルの方向に応じて、ちょっと色を変えてみようかなと思います。下向き、面が下向きの場合はちょっと暗くして、上向きの場合はちょっと明るくするみたいな、ちょっとまあ擬似的なシェーダー的な使い方をして、面の色張りというか点の色張りをしてみたいと思います。それはまたポイントラングル使いますが、ポイントラングルでポイント出していただいて、でまずポイントの方線を出してあげます。でベクトルのノーマルアットマーク N、 アットマーク N ってのがフーディーニが独自で持ってるまたアトリビュートの一つで、点の方線です。でもう一つベクトルを作りたくて、今度は 上向き、その Y 方向プラスのベクトル、まあ、アップとしておきますをセット010と作っておきます。でこの2つのベクトルを利用して、この2つのベクトルの、まあ、例えば上向きだったらまあ並列になってるはずですし、でちょっと面が傾いていればなんか角度がついてくるし、反対側向いてたらまあその前180度回転してるはずで、まあ、そのどれぐらい傾いて、どれぐらいその平行かどうかっていうのを確かめるベクトルの計算関数があって、それがフロートドットプロダクトのっていう変数を作って、そのドットっていう変数があります、関数があります。でそのノーマルベクトルとアップベクトルをのドットプロダクト、内積、日本語で言うと内積ですっていうのを使うと、そのどれぐらいの平行度があるのか、揃っていれば方向がアップベクトルと面のベクトルが揃っていれば1っていう数字が出るはずで、全く反対方向だったらマイナス1っていう方向が出るはずです。でこの得られたドットベクドットプロダクトっていう、値を F アットマークコル COL に挿入、アトリビュートとして挿入したいと思います。でそうするとポイント、ジオメトリースプレッドシートを見るとポイントのところにコルっていう値が入っているかと、アトリビュートが入っているかと思います。これですね、マイナス1から1の範囲で入っていると思います。最後にこの COL っていうアトリビュートを利用して色付けを行いたいと思います。カラーノードを出していただいて、さっきと同じようにクラスはポイント、
コンスタントではなくてランプフロムアトリビュートにして、アトリビュートは COL でマイナス1から1の間なのでレンジをマイナス1から1にします。であとはこの色を、まあ、例えば黒から緑にするとかで、下向いてる方は黒色になって上向いてる方は緑になるんです。で黒じゃなくて例えば赤にしたら下向いてる方が赤色になって上向いてる方は緑色になるっていう、そのこの上向きのベクトルとどれだけ平行かに応じてその色を変化させるっていうような、まあ、そういうちょっとシェーダーっぽい描き方で色付けをカスタムにつけることもできますと。